ジョアン・カルロス・ガンドラダ・シューバ・マルティンスは、ブラジル・サンパウロ生まれのクラシック音楽ピアニスト、指揮者。指揮者としては、母国、ブラジルのみならず、アメリカ合衆国やヨーロッパでもオーケストラを率いて演奏した。幼少期からヨハン・ゼバスティアン・バッハ作品の名演奏家として知られ、彼の鍵盤作品全作を録音した過去を持つ。マルティンスは、ボストン公共楽団や、 ロサンジェルスフィルハーモニックなどと共演経験を持つ名ピアニストとして数十年間活躍した。怪我や暴感事件などでコンサートピアニストとしてのキャリアを断たれた後、彼は指揮者に転向して世界的成功を収めた。2008年5月のニューヨークタイムズ紙では間に迫った回顧録を埋めるに十分なほど名声と試練、不屈さ、 そして勝利にあふれた人生を送ってきたと称されている。バシアナ・フィラーモニカ・オーケストラの指揮者を務めるほか、ラテンアメリカの経済的に恵まれない若手、演奏家たちを助ける社会プログラムも主催している。マルテンスは1940年6月25日に、ブラジル・サンパウロで生まれた。音楽家を目指していたの父の影響でピアノを弾き始め、8歳で、ホセ・クリアスの指導を受けるようになる。 翌年には9歳で、ブラジルバッハ協会主催のコンペティションで優勝した。18歳の時、マルティンスは、プエルトリコで行われた、カザルス音楽祭に招聘され、この音楽祭に出演した初めてのラテンアメリカ人となった。1961年には21歳で、カーネギーホールデビューを飾り、その後は、ヨハンゼバスティアンバッハ作品に取り組んで、 世界中のオーケストラと共演したり、バッハ作品の録音を発表したりした。1965年にコニサーソサイティのレーベルから、バッハの平均率クラビーア曲集第1巻、第2巻をリリースした後、マルティンスは1968年に、RCA からアルベルトヒナステラのピアノ競争曲を発表した。この曲は初めてのアルバム化で、その後数週にわたって、 ビルボードのベストセラーリストに載っていたという、ピアノを弾くマルティンスの手、2013年撮影。右手の中指、監視、小指が屈曲拘縮しているところが、若きピアニストとしてデビューしたのもつかの間、マルティンスは1965年に、右腕の尺骨神経を損傷するという大けがを負う。この時、かねてより大ファンだった地元のサッカーチーム、アソシアソン、 ポルトゥゲーザ地でスポルトスが彼の住むニューヨークに遠征してきており、マルティンスはセントラルパークで行われた練習試合に参加して負傷した。怪我の後もピアニスト活動を続けようとするマルティンス。だが、神経損傷後遺症として、手指3本が筋縮してしまい、1970年までにピアニストとしてのキャリアを諦めることになる。その後は音楽やスポーツ関係のプロモーター。 銀行業や建設業を転々としたが、再びピアノを弾きたいという思いが強くなり、懸命のリハビリに取り組む。1978年には、バッハの平均率クラビーヤをカーネギーホールで演奏して、カムバックを果たしたが、復帰公演はチケット完売の大熱狂ぶりだった。1979年から1985年にかけてマルティンスは、 コンコードコンチェルトとレーバーレコーズからバッハの鍵盤楽曲すべてを録音して発表した。コンコードコンチェルトから出された20枚組のバッハ鍵盤楽曲完全収録版は一人のピアニストによって成し遂げられたバッハコレクションとして世界最大級であり、好意的な批評が数多く寄せられたという。マルティンスは神経損傷から来る後遺症に悩まされ続け、 1985年にも演奏活動を停止するが、1993年までに復帰し、収録とコンサートへ精力的に取り組む。1995年、マルティンスはツアーで訪れていたブルガリアで二人の強盗に襲われ、鉄パイプで殴りつけられて、頭蓋骨から大脳まで至る大怪我を負う。マルティンスは再び右腕の自由を失ったが、 新しいバイオフィードバック療法など多数の手術を受けて1996年にカーネギーホールでアメリカ公共楽団との再復帰公演を行った。アメリカでの演奏は1985年以来実に11年ぶりのことだった。さらに不運なことに2000年初めに受けた手術が失敗し、マルティンスは右手の自由を失う。 左手と右手の指一本のみしか使えなくなったマルティンスは翌2001年にラベルの左手のためのピアノ競争曲を収録し、この曲を引っ提げて海外ツアーも行った。ところが今度は左手にデュピュイトラン公式や曲書聖ジストニアが現れ、ついにピアニストとしての演奏生命を断念することになる。ピアニストの道を断念したマルティンスは指揮者に転身して、 音楽活動を続ける。2004年にはイギリス室内管弦楽団とのアルバムを発表し、同年には自身でバシアナフィラーモニカオーケストラを立ち上げて指揮者に就任する。マルティンスは自身の財団フンデサをバチアナフィラーモニカで経済的に恵まれないブラジルの若手演奏家たちを支援しており、財団を通じてバシアナフィルハーモニックオーケストラとユースバシアナ。 オーケストラの2楽団を支援している。2000年代前半からはもっぱら指揮者として活動するようになる。リオパラリンピック開会式で国歌を演奏するマルティンス2016年リオデジャネーロパラリンピックがマルティンスの地元ブラジルで開かれると彼は9月7日に行われた開会式に登場しブラジル国旗形容に合わせてブラジルの国歌をピアノ演奏した。右手の動きや 神経障害性頭痛のため、今までマルティンスが受けた手術は24回にも及ぶという。彼は2019年3月にピアニストとしての演奏生活から再び引退した。2020年9月、マルティンスは自身のインスタグラムアカウントで両手に生体工学的手袋をつけながらピアノを弾く姿を公開した。この手袋はブラジルの工業デザイナー、 ウビラータ・タビザール・コスタが設計したもので、マルティンスと共に試作品に取り組み完成させたものだという。コスタによれば、3D プリンターを用いて、クロロプレンゴムを加工したもので、材料費はわずか500レアルほどだった。マルティンスが泣きながら、ピアノを弾く姿は、元プロバスケットボール選手のレックス・チャップマンが、ツイッターに投稿するなど広く拡散され、 マルティンスのインスタグラム投稿が30万回以上再生されるなど大きな反響を呼んだ。2020年12月3日には奇跡体験。アンビリバボーで特集され日本に言がなかったというマルティンスが初めて日本メディアのインタビューに応じた様子が放送された。手袋を手に入れたマルティンスはピアニストとしてのキャリアも再開させている。2001年。 カンバセーションズ・ウィズ・ジュオ、カルロス・マーティンスと名打たれた本が出版され、彼の人生とキャリアが振り返られた。この本は、自身もピアニストで、ジュリアード音楽院で教弁を取るデイビッド・デューバルが執筆した。2004年には、ドイツのドキュメンタリー映画大マーティンス・パッションが公開された。作品ではどん底に落ちたマルティンスの姿や、初期の成功とドラマチックな彼の人生が描かれ、 キャリア最高潮の映像だけでなく幼少期などの映像も盛り込まれた。サッカー選手のペレ、ジャズピアニストのデーブ・ブルーベックなど、マルティンスの友人も複数出演している。2017年には、電気的ドラマ映画、マイバッファ不屈のピアニストが制作され、同年8月に公開された。監督は、ブルーノ・バレットが務め、若い頃と壮年のマルティンスを、 ロドリゴ・パンドルフォとアレクサンドロ・ネロ、かつてのつまかる面をアリーン・モライスがそれぞれ演じた。作品ではマルティンスのプレイボーイ的性格もセキララに描かれた。この作品の映画化にはクリント・イーストウッドも興味を示していたという。日本ではイオン・エンターテイメントが配給し、2020年9月に公開された。ありがとうございます。